皆さんこんこにちは今回は栄養推薦入試ガイダンスの栄養入試の心構えについて学んでいきましょう栄養入試にはぜひ受験する前に知っておいてほしい考ええ方心構えがあるんですこれからそれらを一つ一つ説明していきたいと思います「心構え一。 逃げの選択をしない英語入試というのは楽な道ではありません中には学力試験が苦手一般入試が苦手といった理由で英語入試を選択する人がいるんですけれどもそうした逃げの選択ではうまくいかないということを肝に銘じておいてください心構え二、細く長く準備する。 AO 入試というのは一日何十時間もこう机に向かって勉強するようないわゆるガリ勉は必要ありませんしかしながら毎日少しずつでも構わないので細く長く時間をかけて準備していくことが大切なんです直前で一気に乗り切ろうとする短期集中型ではなくコツコツ型で AO 入試乗り切るように頑張ってください 心構え ③ 志を高く持つ、AO、入試これは一般入試に限ったことではないんですけれども合格ととといいいううのがゴールでではないということです中には一生懸命勉強を頑張ってやっと受かったというところで燃え尽きてしまう受験生もいるんですけれども合格というのはあくまでも通過点スタートに過ぎません。 そこから何を得るか学べるかそれが大切になってきます特に栄養入試を受験する人にとってはこの志を高く持つこれがとても大切なんです心構え丸四、あらゆることにアンテナを張るこれは一つ前のガイダンスでもお話ししましたように栄養入試というのは一芸入試ではありません 総合的な力が試される入試なんですですから身の回りのあらゆることに関心を持っていることそれがとても大切です心構え丸五、学部との相性で決める栄養入試の場合偏差値というのは存在しません学部との相性いわゆるアドミッションポリシーですね この教育方針これに自分が合っているかどうかここで志望校を決めることそれが大切なんです心構え過去より未来で勝負する栄養入試というのは過去の実績では決まりませんあくまでも過去どういうことをしてきたかよりも将来どういうことをしたいのか その未来に重点を置かれた入試が栄養入試なんですですから皆さんも将来高い志それを存分にアピールすることこれが栄養入試を突破する秘訣なんです心構え ⑧ 栄養入試を築くきっかけにすると栄養入試というのはこれまでのあなたの人生を振り返る絶好の機会なんです 過去現在未来この3つを振り返って栄養入試に挑むことが大切ですなぜあなたはこういう活動をしてきたのか現在どういう問題意識を持っているのかそして将来どのようになりたいのかこうしたことに気づくことそれが栄養入試対策の価値でもあるんですねさて今回7つの心構えをお話ししてきました この7つの心構え、徹底的に頭に叩き込んでおいてください。今回は以上になります。では、コっスンでした。